浜松市中央区にある浜松スポーツセンターの屋内スケートリンクには午前10時のオープンと同時に多くのスケートファンが詰めかけました。スケートリンクは1966年にオープンしましたが、老朽化と電気代の高騰から今月いっぱいでの閉館が決まり、今日一足早く一般営業の最終日を迎えました。利用者からは58年の歴史がある県内唯一のスケートリンクの閉館を惜しむ声が聞かれました。小さい頃に来たことがあって、で大人になってからも何回か来ていて、もうちょっと来れなくなるのが残念だなって思います。県スケート連盟などは新たなスケートリンクの建設を求め、オンライン上などで署名活動を行っています。